前のことが好きだよ。どんなに考えてたって他人の気持ちなんて想像できない。正直卑猥なことを考えました。は？まずは順を追って話そう。私の名前は水谷雫。もっか、私の興味の対象は微分積分。他人に構う暇などない。勉強教えてください。お断りします。どうしようもない男やろうぜ。私の中に革命的ともいえるある変化が生まれた。これ重点的にやれば多分いける。水谷さん、私好きな人ができたよ。おやおや、なんだミッティ、やきもち。ガカ、なんか怖い。彼の印象はそれに尽きた。吉田くん、女の子は大事にしなきゃ。お前の大事なもんは俺も大事にすんだ。その人のそばにいられるだけでいいやって人に会えるといいね。知らないならいつか知ればいい。それだけのことだ。